寄せ鴨五井先生の言葉。古賀の私、肉体の私というのが亡くなれば亡くなるほど、その人は立派な人である。弱い私、良い私、悪い私、そういうものはない。いい私もいる必要はない。悪い私も必要ない。みんな私というのは私だから、渡すだけである。天に渡すだけである。私を渡し、それで天の心に入ってしまえばいい。そして光ごと降りてくればいい。そうすると光明体である。光になることが唯一のことなのだ。